乃です。今日はですね、いろんなアーティストさんとか俳優さんとかに衣装提供をしているアコードバイチャヌさんのところに遊びに行ってみたいと思います。あのですね、いつかな、出会いがいつか忘れちゃったんだけどいつか忘れちゃったんだよな、いつだったかな、忘れちゃったけど、なんかね、何かしらのご縁でお話しさせてもらって、なんかショーとか見させてもらうようになったんですけど、めっちゃねかっこいいんですよ。かっこいいから、なんかいろんなアーティストさんとか俳優さんとか、あとね宝塚のジェヌさんとかも結構来てるんですけど、ちょっと今新作を見に行こうかと思います。新しい事務所になったらしいので、事務所訪問をしに行ってみようかなと思います。今回のねテーマが、あの新作のね洋服たちのテーマが、なんか暗闇の中からこう光が差すみたいな感じのイメージらしいので、まあ、今の状況というか環境というかにかなりぴったりですよね。じゃあ見ていきたいと思います。まずインスタを見た時に可愛いなと思ってたパンツを着させていただきました。トップスは何がいいですかねって聞いたら、あのシャツがやっぱり似合うんじゃないってこのアイテムをピックアップしてくださいました。ブルーの柄が入ったシャツで、形ももちろんいいけど着心地もめちゃくちゃ良かったです。このパンツがですね、開くんですよ、前がこんな感じに。ジッパーをこうビヨーって上げたら、ワイドパンツがさらにワイドワイドパンツになります。シャツをインして着るとすっきりしてめっちゃかっこいいです。アコードといえばシャツの襟のところの、あのチャックなんですけど、これがねやっぱいいですよね。めっちゃかっこいいポイントでございます。他におすすめありますかって聞いたら、このパンツをおすすめしてくださいました。スキニーの膝の上のところにまたジッパーがついております。これも上はシャツをおすすめしていただきました。オールブラックコーデでございます。これを選んでいただいた時に、あの女子にモテるよって言ってもらったんですけど、どうですか、好きですか。私スキニーあんまり似合わない足なんですけど、このスキニーはかなり足の形が綺麗に見えました。はい、次はコートを羽織ったバージョンです。肩のとこのスパンコールがね最強です。もう本当に良すぎます。私が宝塚好きなの知ってるので、宝塚の人みたいだよって褒めてくれました。コートの形も本当に綺麗なので、スタイルもすごくよく見えます。今めちゃくちゃ暑い時期なんですけど、私もコートが本当に、ロングコートがすっごく好きなので、もう今すぐ冬になれって本気で思いました。そのままコード服の部分、はい、腕にファスナーの自転車あるやつもこうやって開けて、ちょっとフル袖みたいな、うん、いい感じ、ここが切れますし、切れますし、うん、そしても本当に肩まで開いちゃう。わー、肩まで開けると結構また表情も、あ、全然違う、おシャツ変わりますし、いや、体が見えるのがめちゃめちゃいい感じ、ね。うん、いい感じ。あ、めっちゃ、しかもこのね、中がいい、かっこいい、うん、中が、うん、全部黒じゃないのが、いつもチャヌさん、うん、はい。で、今回のテーマは、暗闇の中に光を表現してる、暗闇の中の光、そのオリジナルのシルバーの光、全部シルバー、ガチシルバー、光の放射線もうまるで花火みたいです私は花火うん、はい、なんか重みがもうめっちゃガチのシルバー、うん、そうですね、シルバーキュニゴです。キュニゴ、脇のパスも下から開けるとまた深いサイドスリットで、それでまた動くときより服の動きに強調されるし、あー本当だ、まあ、ボトムズのポケットにも入れやすくなります、うん、めっちゃ入れやすくなる、入れた時シルエットは崩れないし、はい、閉めて、はい、上でいただいて、はい、肩掛けだ、
で、ここから。わー、なるほど。ポンチョみたいな、ケープみたいな感じのアイテムになります。すごーい。面白い。まあ、おしゃれのためにコートの肩掛けとかよくするんじゃないですか。めっちゃします、めっちゃします。よく落ちるじゃないですか。めっちゃ落ちる。ストレス、めっちゃストレス。絶対落ちない。確かに。絶対落ちない。ジャンプしても、走っても、落ちない、落ちない。絶対落ちない。絶対落ちない。絶対落ちない。確かに絶対落ちない。しかもなんか、ここ私結構フィットしてるんですよ、ね。うん、ほんと。超いい感じ。フィット。フィットポンチョ。ちょうどここにポケットもあるから、芯のポケットもあるから。あ、ほんとだ。今日入れるともさらに。あー、なるほど。確かに。OK。いい場所にある。そしてこれを一番最初デザインして作ってみたのが、すぐの専門学生の頃、2年生の時、作ったものをもう今回また、さらにプロになってからよりグレードアップして、再現したアイテムなんですよ。じゃあ、チャヌさんの歴史が詰まった一着になっております。ここ開けるのが好きだったな。うん、肩まで開けるのが。うん、すごいよかった。これ、すごいおすすめ。いつも中の生地がかっこいいんですよね。いつもコラボレーションでやってますけど、広瀬清山先生とすごく応援してもらってて、広瀬清山先生、エンライトメント4回目のコラボレーション。おお、そう、前も結構ブルーとかコラボありました。そうですね、毎シーズンその手間に合わせて、うん、僕のわがままなアイデアをちょっと受け入れてもらって、チャノさんはこんなになんかすごい、あの、こういう感じのイメージなんですけど、喋るとめっちゃね、可愛い人なので、そう、会うまではすごいなんかちょっと怖いなと思ってた。思ってたけど、喋るとすごい優しくて可愛くて、みんなに愛されてます。感謝の限りです。そう。人柄です。家庭というか、こうちょっと見させてもらって、結構ね、面白かった。あ、こんな感じでいつもスタイリストさんは借りに来て、いろんな服を見て描いてるんだなと思って、自分の撮影のさらに裏側を見れたって感じで、貴重なところを見させてもらいました。でね、初めてチャヌさんに会ったのが、思い返すとオーディションの時なんですよね。チャヌさんが最初に東コレっていう、あの、ファッションショーをやりますってなった時に、ブランドがアコードバイチャヌって出てたから、で、なんかすごくこういい感じのブランドだなと思って、オーディションしてくださいっていう、あの、メールをね、したんですよ。書類通って、じゃあどうぞ会いに来てくださいみたいな感じのがあったから行ったんだけど、もうね、オーディションの時ってさ、やっぱりめっちゃこう怖い感じにするわけですよ、みんな。なんか何考えてんだかわかんない顔はね。もう本当にね、それが怖くて毎回ちょっとビビるんだけど、そのイメージがすごい強かったから、初めて話した時に、この人めっちゃいい人だと思って。もうね、とにかくね、人間がね、可愛い。なんかね、だからね、本当に人がどんどん集まってきて、ブランドも大きくなって、って感じになっていくんだろうなって思う。なんか本当にチャヌさんの、まあ、チャヌさんだけじゃないけど、どんなブランドもすごいいろんな人の力が合わさって一つのショーになったり服になったりってするけど、チャヌさんの場合はそれをね、めちゃくちゃ感じる。で、いつもね、ショーの最後にデザイナーさんが出てきて、ペコって頭下げて、なんかおいって、おいおいってやって帰るんだけど、チャヌさんはね、すごいね、深々とね、お辞儀をするんですよ。なんかもうその光景を見ただけで、もう誰でもわかる、めっちゃいい人なんだなって。本
当に見に行ってよかったと思う。明日からも頑張れる気がする。アコードのお洋服着たグロビちゃん結構かっこよかったよって思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。ではまた次回の動画でお会いしましょう。またね、バイバーイ。